こんにちは、社長部長の YouTube の部長です。今回紹介するのは牧田さんから、登場しましたテレビ&ラジオ、こちらの方を紹介してみたいと思います。型式の方が TV100 というふうになっておりまして、テレビとラジオを受信できる機械となっております。使用できる電池がですね 10.8V、14.4V、18V の電池が使用できるタイプとなっております。でこちらの方ですね、開けていただきますと画面が登場するんですけども、電源入れていただいてテレビを受信する方法と FM ラジオ、AM ラジオと、あと外部入力がありまして、 USB とかにダウンロードした動画も再生できるような仕組みになってます。フルセグっていうアンテナが取れるような仕組みになってまして、非常に映りがいいです。こちらにロッドアンテナというものがついてまして、こちらは FM の受信とテレビの受信両方に使うことができます。でただしこれでも受信が悪い時、要はテレビはこの辺に置いてみたいんだけど窓がちょっと向こうの方に遠くにあるとかいう時は、こちらの横にですね、後でちょっと詳細見せますけど、外部アンテナを入力することができまして、このダイバーシティアンテナを窓際に置いて離れたところの本体にアンテナを入力させて、高感度なアンテナでクリアな映像が見れるという仕組みですね。そういったものも利用が可能だということになっています。でテレビを見るときなんですけど、このままだとちょっと角度が見づらいんでですね、実はここにこのようにスタンドになってます。でこれを立てることによってちょっと斜めにすることによってちょっと見やすい。こちらのテレビなんですけども、現場ではテレビをお休み時間に見ていただいたりとか、作業中にラジオを聞いていただいたり、もちろんBluetooth の接続も可能なので、お手持ちのスマートフォンから音楽を飛ばすことも可能です。まあ、ぜひこれ使っていただきたいなというのがレジャーの時とかですね、こちら自体を車の中に持って行って、録画映像を流してあげるっていうのを USB で簡単にこう流せることができるので、今事前にですね取りためたものをちょっと USB にダウンロードしてます。ちょっとこれを一回再生してみたいと思います。ちなみに、はい、その USB のポートやったら何でもいいんですか？ iPhone から USB につなげた。見れないです。あ、それは見れない。見れないです。対応する拡張子っていうのが決まってるんですよ。ちょっとここ詳しくなっちゃうのであれなんですけど、基本的には今流れてますこの YouTube の映像だとか、そういったものをまずパソコンからこの USB にダウンロードしてもらったものを再生するという形なので、うん、外部機器をこちらに差し込んで、これを外部機器からこちらをモニターとして使うということはできない。なるほど。USB に1回その入れてくださいと。そうです。それで USB をさせれば映ると。そうです。なるほど。そういった形ですね。やってみますね。はい。で電源をしますと、ちょっとこういったデモ画面が表示されまして、でメニューがここにありまして、これで、いろいろラジオを選んでみたり、テレビを選んだり、こちらの USB を今回出選します。でこちら牧田さんの今デモ映像が出ます。こんな形でですね、結構クリアな映像が見れる。本当に綺麗ね。綺麗なんですよ。でこちらですね、防水なんですね。なのでちょっと水がかかっても全然大丈夫なので、海に持って行ったり見たりとかですね、プールサイドで見ていただいたりとか。レジャーね。レジャーいいと思います。であといいのがですね、ちょっとこちら再生止めます。でこちらも今録画したものも再生できますよというデモ画面でした。で使わない時ですね、このカバーが閉められるんで、結構この画面がですね、移動中に擦れて傷が入ってしまったりとかですね、そういったことがむき出しの場合多いんですけど、こういった保護ができるっていうところもきめ細かいところかなと思います。なるほど。でこちら後ろを向けますと、このような形になっております。でこちらにバッテリー等が入ってるんですけども、であとここに付属品が入ってまして、こちらは AC アダプターで、あとここに2つあるのが、これは外部出力の先ほど言いましたダイバーシティのアンテナですね。そういったものをこちらに収納しておくスペースがあります。先ほどレジャーのお話しましたけど、最近で多い地震とかですね、そういった災害時にも情報を得るためにラジオにしてもらったり、テレビにしてもらったり、お手持ちのスマートフォンや携帯電話を充電する端末としても使えるんじゃないかなという1台です。しかもちょっと画面綺麗やね。そうですね、画面が大きくなったんですよ。でこれまだ残念ながらちょっと 40V マックスには対応しないので、今後多分これ 40V のタイプも出てくるんじゃないかなと期待しております。現場で音楽だけ最近聴いてる人もいるじゃないですか。はいはいはい。で僕たちちょっと田舎なんで、はい、山の奥に入ったら、はい、テレビもラジオもなかなか聴けない時っていうのもいいよね。はい、そうなんですよ、ね、で意外と若い職人さんが使われてるのが、ラジコを携帯の電波で受信することによって、うん、FM ラジオの感度が悪いところでも聴けると。そういった使い方もできますよね。であとこちらアラーム設定とですね、お休み設定もついてますので、アラームを鳴らすだけとかそれもできますし、起きる起床時間に合わせて音楽を鳴らすこともできますし、セットしとくと30分後に切れる、60分後に切れるとか、最大240分までのセットが可能。
いうことになります。考えられてるね。はい、で、あのこれもうこれだけで全て完結しますので、うん、持ち運びもいいんじゃないでしょうかと、はいはい、今回は、牧田さんのテレビラジオの TB100 というものを紹介させていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もですね、実演を交えながら、商品紹介の方をしていきますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。ありがとうございました。